能登半島地震の影響が北陸全体の観光業に広がっています。売上が落ち込んでいる金沢市の和菓子店では商品の販路を横浜に広げるなど動きが出ています。横浜高島屋の食料品売り場で先月27日から期間限定で販売が始まったのは和栗のモンブラン大福。生クリームを包んだ大福の上にモンブランクリームと栗の甘露煮が乗った贅沢なスイーツで関東の店舗に初登場。この日も開店と同時に多くの客が買い求めていました。週末に来た時に売り切れてたので今回は平日だったので買えるかなと思ってきました。販売するのは石川県金沢市の菓子ブランド和菓子村上。これまでは金沢の直営店とオンラインでのみの販売でしたが、震災をきっかけに横浜に販路を広げました。その理由は観光エリア含めてもうほとんどのお客様が出歩いてないような街並みというかそういった形になっています。大きな被害が出た能登地方だけでなく金沢市内も観光客が激減。村上さんによると店舗の売り上げは例年の1割ほどまで落ち込んでいるといいます。それでも SNS などを通じて届く励ましの声を受け石川県内の7店舗すべて休業せずに続けています。そういったことがしていっていいのだろうかっていう気持ちの揺れ動くところはあるんですけども、私たちとしてできることを精一杯していくのがもう全てかなと思いまして、高島屋の売り場にも支援につながればと商品を手に取る客の姿が多くあり、この日も90個が完売しました。応援の気持ちもあって買いました。少しでも助けになればという、そんなことしかできないので、孫も去年ちょうど輪島に行って悲しいって言ってましたので、まあだから復興したらぜひ行きたいとは思ってます。和栗のモンブラン大福はしばらく横浜高島屋で販売されています。閑散とした街の様子は衝撃的でしたね。そうですよね。またこの観光の影響なんですがすでに数字にも現れています。こちらです。こちらは石川県旅行業協会が加盟する宿泊施設に調査した結果です。地震発生後から26日までの間に石川県内の宿泊のキャンセル数は延べ 41,362 人分。一方被害総額はおよそ8億4900万円に上るということなんです。ただこれは10日ほど前のまた一部の施設での結果なので、協会は被害はさらに甚大だと話していました。かなり深刻ですよね。そうですよね。こうした中政府は先日観光復興に向けた支援策北陸応援割の実施を発表しました。対象エリアは石川、富山、福井、新潟の4県です。旅行代金の最大 50% 割引するもので、上限は1人当たり1泊だと2万円、2泊以上は3万円、宿泊地が2軒以上の周遊型旅行商品は最大3万5000円で、日帰りは対象外です。開始時期は未定ですが、来月からゴールデンウィーク前に実施する方向で検討が進んでいます。神奈川でもできる支援があるように、被災地に今何ができるのか考えるきっかけにしてほしいです。